皆さんこんにちは、ウェビックの二次です。今日はオフロードヘルメットの中でもトップモデルに君臨している SHOEI の VFX-W について、ご紹介いたします。こちらの VFX-W はモトクロスシーンの本場アメリカで数々の賞を受賞しており、世界中のメディアからも最高レベルの評価を受けてきました。それでは VFX-W の特徴をご説明します。アイポートという、SHOEI ではこちらの前面の部分をアイポートと呼んでおりまして、あらゆるゴーグルとのフィッティングを考慮したワイドな設計となっております。ライダーの目元に合わせた最適なポジションでの装着ができます。運動量の多いオフロード走行ではベンチレーションが重要になります。VFX-W のベンチレーション機能はアイポート上部とバイザーを通した前頭部にあり、効果的に走行風をヘルメット内部に、導入してくれます。はい、3D MAX ドライシステム内装、こちらの内装を VFX-W は装備しておりまして、人の頭部の形状に合わせている、まさに 3D ってことですね。頭部を均一に包み込んでくれて、快適な被り心地と激しい動きにも対応しております。はい、では次はチークパッドの取り外し方ですね。チークパッドを取り外す際は、3箇所のスナップがあります。なのでそちらを外していただいて、最後は引き抜くだけですね。とても簡単に取り外すことができます。はい、こちらの VFX-W はエマージェンシークイックリリースシステムを採用しております。こちらの赤い引きですね、こちらを引くことによって一気に、さっきの3点のスナップを取り外すことができます。で、こちらも引き抜くだけ。はい、次にセンターパッドの取り外しです。センターパッドはこちら2箇所のスナップで止まっておりまして、後ろを外したらあとは前面から引き抜くだけですね。これで簡単にセンターパッドを取り外すことができます。次にチンストラップカバーを外します。チンストラップカバーはこちら1点のスナップで止められておりますので、外したら引き抜くだけ。こっち両方一緒ですね。こちら側も1個外すだけです。これで簡単に丸洗いができます。はい、いかがでしたでしょうか。こちらの VFX-W はやはりこの冒頭でもお伝えした通り、このシャープで、エッジの効いたこのデザイン、それとあと内装とあとこの軽さですね、これによって、ライダーに快適な被り心地を、提供してくれます。